ません、引き返すのも初めてなら、そのプログラム作ったのも全然初めてで、どうやって作るのよって、誰にも聞かずにというわけで、何でもぶつけ本番なんです。人生そうやってやってきたんで、よしよくしなくてやったことないっていうような人間で、それやってたのもちょっと別の人生があったんだろうと思うんですけど、まあそういうわけで、ピアニストの紹介、申し訳ない、赤いのドレスの色に合わせるんです。なるほど、にくいね。ピアニストの紹介が申し遅れました。今司会のオフにしてください。司会のオフ、このままでいいんでしょ、はい、それはどうも失礼です。ちょっとね、それのぶつけ本番で本当にピアニストは、自己紹介の方がいいですか。私あまり存じ上げません。ようこせです。有名な方だったんですけど、会ったことないです。歌ったことは初めてお会いしました、皆さんと。長男、和道さんです。初めまして、よろしくお願いします。でも、なんかお話しするからね、本当にシャレが上手ですね。なんか、ご案内差し上げた方には、ナイトを歌うようなことを書いてあったと思うんですけども、申し訳ありません、楽譜がなんかとってもクソめんどくさいんだそうで、そんなの嫌だと言われまして、それでじゃあ何にしようってんで、この間キサスキサスに変えました。まあラテンだからいいかなっていう感じで、すいません、それを歌わせてください。で、どういう意味かっていうのは、